ご飯粒ついてた。好き。三時のヒロインさん、時岡秀さんです。やばいやばいと思って。お前マジで殺すか。どうも、海作です。どうも、嫁作です。やったー。さあ、今日なんですけども、うん、第2回嫁作居酒屋開店しまーす。久しぶりですね。実は一回やってましてですね、はい、第1回の時はしずるさんとライスさんが来てくださったんですけども、うん、まあ、結構評判良かったんですよ、うんうんうん、でいつかまたやりたいなってことで完全に出ましたね今これこれ出たよ、ね、完全に出てましたね。実はですよ、好き説あるよな恋愛ないな今回のこの嫁作居酒屋っていうね、そもそものコンセプトが、うん、極力こう大人数で、はい、ご飯食べながらワイワイ楽しい話できたらいいなっていうことだって、うん、で第1回目は結構言うても豪華だったじゃないですか、うん、しずるさんとライスさんがキングオブコント撮ってるっていう、うん、すごい豪華だったと思うんですけども、うん、もっともっと若手の、うん、若い人たちを僕はお呼びしたいなと思ってましてですね、うん、なんと今回は月1で放送されているフジテレビさんのウケメンという番組から、うん、3時のヒロインさん、そして時尾秋衣さんが来てくださいました。めっちゃ楽しみやわ、うんうん、ほぼほぼ初めまして、わいわゆるあれちゃう第7世代っていうことじゃないかな、うんうんうん、多分そうよね、うんうん、すごい面白い今ウケメンいう番組だ、あの番組でいうと、まあ、コント番組だったりするんですけども、うん、なんとその番組の企画されたのが、うん、以前僕の動画にも出てくださった羽根の扉やってくださってた近藤さん、あそういう人からも僕いろいろ話聞きたいんですよ、うん、なんで今回この2組に来てもらうことになりました。で前回は3品中1品を選んでいただくっていうスタイルでやったら、うんうんうん、コメント欄が結構ね1品じゃ足りねえと俺たち私たち嫁サックの料理見てんだとなるほどいうことで、うん、ちょっと反省生かしました、はい、なんで今回は3品出したいと思います、うん、今回も嫁サックがお品書きを書いてくださったのよ、はい、品書きでじゃあちょっと発表してもらっていいですか。はい、こちらです。こちらです。はい、きゅうりと長芋の中華漬け、バチバチうまいからとザーサイやっここれシャレならん牛肉のおろしポン酢、ご飯8杯いける今回だからこの3品を全部ちょっと作ってもらおうかなと、うん、確かにだってこれ見たら3品、うん、やっぱ見たくなりますもんね。見たくなるよな、うん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 、まあ、到着されると同時ぐらいに完成みたいな形で作っていこうかなと、はい、そしてまあやっぱり言うても、まあ、妊婦なんで、うん、手伝いしながらこの3品を作っていきたいなと思います、うんうん、そしてこれを食べながら飲みながらちょっと楽しい話、今後のお笑いの話とか、うん、いろいろそれこそウケメンの話だったりとかを聞いていきたいなと思いますんで、はい、じゃあとりあえずやっていきますか、うん、はい、はい、というわけで本日もせーのオーダーシャス。さあというわけで早速作っていきましょう。うん、まずは中華和えを作ろうと思います。中華和え、中華漬けか、中華漬けだからお漬物ですよね、うんうん、はい、きゅうりと長芋を切ってください。きゅうりと長芋を切る、はい、オッケー。ちょ切り方教えてもらってもいい？うん、乱切り。こう切ったやつわかるよ、これ乱切り割れてわかれへんもん。あ、やべ、こんなもんでんの嫁さん、これ逆こう、逆です。海作もう勘弁してください、もうきゅうり1本につき長芋8センチなんですけど、うんうん、まあ、なんとなく一口大に回しながら切ってくる。ああ、なるほど、あ、これね、こういうことなんだ。こういうことない、縦とかじゃないねや。だから要はくるくるこうやって、あれ、あ、だいいや、こんな感じじゃないの。良さそう、いいでしょう、はい。じゃあきゅうりを2本洗って、はい、うん、端を落とします。こう注意があるんですけど、何だと思いますか。1個注意がある、うん、箸を落とすときに、そんなんあんの。ただ切ったらええんちゃうの。アク抜きをするんです。アク抜き、うん、どうやって。ここをこうやって取るだけでだいぶいいらしいんだけど、はい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 、ここがやっぱちょっと渋いから端っこが、うん、こうやってしてアクを抜いたりもするんだって。知らん、見たことある。うせやん、はい、めんどくさいから、うん、ちょっと長めに切ってここをこうやって、それだけでちょっと渋みが取れるっていう。これは俺は知らんわ、勉強になったな、また、うん、入れましたよ。はい、でじゃあ、うん、お酢を大さじ3ここに入れてください。はい、3、はい、ごま油を大さじ2入れてください。ごま油を大さじ2、オッケー。砂糖を大さじ1入れます。いいんじゃない、うん、これで多分平らにしたら大さじ1ぐらいでしょう、うん、塩小さじ1いきます。はい、はい、入れました。オッケー。唐辛子の輪切りをお好みで、好みで、もうちょっといいね、ちょうどい
オッケー。うん。で、これを一煮立ちさせます。一煮立ち、火にかけるんですね。火にかけんねや、思った。俺も溶かすんか。うん、熱々の状態でかけます。へー、これまだ熱々の状態でかけるっていうのが大事だったりするんやろな。そう、染みやすいんや。染みやすい。うん、ちょっと置いといて、この熱いのが、うん、ちょっと冷えたらジップロックに入れて揉みながらちょっとなじませて、で冷蔵庫入れるとか。そう、なるほど。これでちょっと粗熱取ります。はーい、じゃあ粗熱取ってる間に2品目いきますか。いきましょう。はいよ。次は、はい、ザーサイ100個を作るので。めっちゃうまいね、マジでうまいね。白ネギのみじん切りをしてもらおうかな。はい、もう慣れたもんですよ、チャーハンで。この白ネギかなり大事だから、このそうなんですね。うん、こんだけでちょうどいいぐらいか、5人ぐらいやったら。うん、オッケー、できました。はい、次はザーサイを切ってもらおうと思います。目が痛い。目が痛いね、ネギまで倒れてるからね。ちょっと食感残したいのよ。あんまりみじん切りしない方がいいよね。うん。こうやってさ、俺これぐらいでええと思うねんけど、今からちょっと嫁さっくんに判断してもらいましょう。どう？はい。もうちょっと。トス！絹豆腐だから、うん、ある程度ちょっとちっちゃくないと、うん、存在感出すぎちゃう感じ。なるほど。じゃあザーサイ豆腐を仕上げていきたいんですけど、はい、今回ちょっと器がね、うん、うちちょっとバラバラになっちゃったんですけど、はい、これ5個これで作りたいと思います。結構、うん、ちょっと大きないこれ。大きいと思うねんけど。でじゃあこれで仕上げていこうか。1個ここにまずザーサイを乗っけて、これぐらいかな。そうですよ、この感じね。うん、で白ネギを乗っけ、同じ量ぐらいかな。うん、でこっからよ。はい、いい、ごま油この量大事。これぐらいね。うん、わかる、なんとなく。うん、なんとなくわかります。シャシャってぐらい、はい、多すぎず。そうですね。これぐらい。うん、ザーサイ豆腐の完成です。さあここでですね、はい、お漬物がもう冷めたんで、ジップロック、はい、いっちゃいます。俺これすげえ大事だと思う。うんうんうん、ここで一気に全体的に揉んで、うん、収物やな。うんうん、ほら、だいぶなんか汁も出てるしね。ほんとだ、ええ感じ、ええ感じ。うん、これであとはこのまま冷蔵庫に入れたら。そう、冷蔵庫に入れます。はい。さあ続いてはラストですね、牛肉のおろしポン酢なんですけど、うん、ご飯粒ついてた。好き。どこ見てたんすか。こういうの気づいてくれんねん、優しい。はい、優しい。できるだけこう、あの二組がね、うんうん、来る直前に焼きたいと思ってるんで、下ごしらえだけしときましょうか。はい、はい、じゃあ大根おろしはどこがいいでしょうか。クイズ番組なの。どこがいいか。いや、でもね、それは俺ね、わかる、なんとなく。わかるわかる。この辺が辛いでしょ、やっぱり。辛い。ね、うん、だから、この辺がいいと思うわ。ここ。え、そっちな。こっから下が辛いの。だから、こっちの方が辛みが少ない。青いで。でも、こっちを大体大根おろしに私使ってる。うん、子供たちがやっぱ辛いって言うから。ね、ちなみに、かんちゃんが大根おろし大好きなんですよ。うんうんうん、そうそうそう。だから、こっちの方が辛みがすごく少ない。OK、じゃあ、こっちを使うってことね。そうそうそう。ってことは、やんか、俺でも大体終わってきたわ。こうやって。そうね、大根おろしすりたいとこだけ皮むくんじゃん。そう、ほら、うわ、完璧や。はい、切りました。やろうか。はい。これは難しい、うん、これ俺まだ無理やわ。かつらむきってやつや。早いな、でも。おかい。じゃあこれをおろしていきましょう。 OK、 やります。おろし器も新しいのが欲しいな。え、おろし器。うん、それ13年使ってるから新しい。13年すり続けられるんですね。そう考えたら物持ちええな。すごい。これよく食べられるってことは、うん、よく大根をおろすってことですよね。せやな。ってことはもう新しいのってことですよね。お前な、行こうか。行こうか。よし、これほんとしんどいのよ、うん、さあ続いては青ネギですね。はい、これもすっごい大事だから、うん、これみじん切り、これやっていこうか。うん、やってくれるから助かる。うん、俺もでもマジで山里うまかったよ。うん、目がめっちゃ痛い。すごい細かい。あれ、ちょっとむちゃくちゃ上手っすね。ええ感じやろ。はい、はい、オッケー、ネギこれぐらい。
はい。ね。たっぷり。あとは、もうレタス引いて、お肉焼いて、のしてのしてポン酢かけるでしまいやから。なるほど。もうちょっとしたら二組来るんでね。はい。もうちょっと待ちましょうか。はい。さあというわけで、もうすぐ言うてる間にね、二組が到着するということなので、ちょっと仕上げていきましょう。はい。はい。レタスを洗って、ちぎってください。オッケー。大きめでいいよね。お肉が巻けるぐらいかなっていうぐらいだから。こんな感じ？焼きます。この油を、こんな感じ。大さじ2ぐらいかな、これ。じゃあそろそろいきますよ。はいよ。お肉に全部いきます。お願いします。お肉ね。はい。しゃぶしゃぶ用とかがいいかもしれない。しゃぶしゃぶ用。切り落としでもいいし、それは。この料理のすごいとこは、冷めても美味しいの。へぇー。そう。塩コショウ、まだしなくていい？する？もうする？いや、教えて。もうして。する？塩コショウしてるじゃん。はい。はい。こんな感じでーす。はい。もうこれだけやんな。そう。味付けは。簡単ですね。そう。簡単なんですよ。すごい簡単なんです。これは、私の母が。よく作ってた。あ、そう。嫁サックの母サックが教えてくれた。うん。実家でよくだから嫁サックがちっちゃい時食べてたよ。そう、好きだったやつ。じゃあ引っ込めまーす。はい。じゃあちょっとレタスを。はい。じゃあレタス敷いてください。敷きます。ここに乗せて。お肉を。いいですね。これは。さあ乗せますわ。こうやって。こうですよ。はい。この肉汁もいっちゃう？うん。で、はい、ここに大根おろし、上からドカン絞って大根おろし、これここにブカンとこんな感じで、うん、さああとはネギをかけるだけで終了ですね。はい、オッケー。もうこれ全部いっちゃう？いっちゃおう。もう俺もうバッチリいっちゃおう。これいいですね。見てこれ、見てもう最悪言うてもた。最高すぎて最悪言うてもた。これもうこれに、あとはポン酢をバッチンかけたらおしまいですよ。ちょっと待ってな。ポン酢ですよ。ポン酢ですわ。いくよ。はい。ぐわーっさぐじゃぐわーい。これ OK。これで OK。はい、完成！やったー。三時のヒロインさん、時尾明さんです。嬉しすぎる。全然止まらないですから。一応ね、一応家なんですよ。そう、スタジオじゃない。いや違うんですよ。いや分かってるし、エレベーター乗ってきたし。違う。お腹飛んでくるから。スーなってるし。お腹が。いや安田。やっぱ元気やな。元気ですね。パワーが全然違う。ありがとうございます本当に。言うても初めましてぐらいのテンションですよね。そうです初めまして。ね、はい、まあ実はですね、僕福田さんとは結構前から顔見知りではあるんですよね。そうです。一緒に仕事もしたことはもうなんか全然三時のヒロインさんになる前。アイドル時代ね。そうなんですよ。そうなんです。今アイドルです。もともとアイドルやったんですよ。アイドル顔じゃないでしょ。もうちょっと可愛かった。あ、そうですか。いや、年じゃなくて、やっぱりね、お笑い芸人さんになると、やっぱ芸人さんになると顔ってちょっと変わっちゃうよね。芸人の顔になっちゃいました。芸人の顔になっちゃったり、喋り方とかも。当時からまあまあ顔いじってきて。話が全然違う。周りが可愛すぎて。あどうしてもちょっと変わっちゃう。アイドルの時代から顔いじられる。そう、実は僕は絡みがあって、他のメンバーほぼほぼ初めてで、ヨシさんとは、はい、そうなんですよ。一度、はい、確か中井の窓さんで一緒になりましたよね。はい、中井の窓さんで、モノマネジャパンっていう、大迫選手のモノマネをさせていただいてて、ただ、番組が落ちて、で、僕らネタをする予定だったのが、ネタができなかったんですよ。そうだ。はい。それで中井さんが、じゃあ、カジサック、お前らのチャンネルで、ちょっとモノマネジャパン使ったれ。そう、中井さんが言ってくださった。はい。で、中井さんも、ああ、いいですよ。やりましょうってマネージャーはどこ事務所どこやったっけマネージャーに連絡するっつってまだ連絡来ておりますやーいっすねモノマネジャパン今アップしておりますアップしております走っております失礼いたしました
本当にフレッシュなメンバーで、僕はこの前ね、読み作居酒屋っていう企画なんですけども、ちょっと若い世代の人たちとちょっと絡みたいなと思って呼ばせていただいて、実はもっと早い段階で僕はやりたかったんですよ。でもなかなか結構忙しいじゃないですか。いや私たちは忙しいけど僕らはむちゃくちゃ暇です。最初はいろんな忙しい、はい、そうだ、はい、ザ・ W まずおめでとうございます。いいですね。だそっからまた忙しくなっちゃってみたいな。そうですね。なかなかここのスケジュールが合わなかったんですよ。あ、そうなんですね。今回やっとこうやって揃ったっていう形で、まずちょっと乾杯しませんか。せっかくなんで、はい、今回ちょっとね、あの、うちは嫁サック居酒屋っていうことなんでね、あとでちょっと嫁サック、うち、あの、妻のこと嫁サックって言うんですけども、嫁サックがさ、作ってくれたものを出てくるんで、いやー、とりあえず乾杯しましょう。はい、じゃあ、初めまして、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。おいしい。ちょちょ、こういう時一口で言うのよ。そんな言いならなくて大丈夫です。こういう時は一口。あの、一口飲んで、わーっていうのが相場。さっきそれが出してくれたんで、全部飲まれて。こういう企画でいきなり行くのはおかしい。若干、笹さんかかってます。お気づきに行かれましたか。笹さんかかってます。まあ、すごい話したいこといっぱいありますもん、僕。楽しみ。いや、もちろん僕らも楽しみにしましたけど、はいはい、一番多分楽しみに。あ、ほんまですか。震えてますよね。いや、こちらこそですよ。ずっと絡みたいなと思ってたんで、何よりもやっぱりウケメンメンバーですよね。そうです、ありがとうございます。ウケメン、今は月一で。そうです、はい、最初は確か不定期でやられていて、はい、一応中心は時尾明里さんっていうことでいいんですか。これでも中心とかはないんです。いや、でも、あの、創始当時は一応時尾明里センターでってなってたんですけど、蓋、はいはい、開けたら本当に一番出てないですよ。あの、どんどん声を増すのにポンコツがどんどん、あの、めきが上がっていきまして、それで三時のヒロインさんで言うたらね。そうですね、結構ね、うん、私結構ね、二人はなんか、うん、頭張ってコントやってるんですよ。はいはいはい、なんか主役みたいな、うんうん、演技力もやっぱありますし、あの、女優目指してたんで。そうなんです。もともと女優目指したんですか。そうなんですよ。だからウケメンではあの主に男役をいただいてます。だからとは繋がらないと思う。うますぎて、はい、なるほど。今日は実はちょっとそもそも皆さんのね、まあ、おのおの時脇さんの三条ひろりさんの慣れそめとかもちょっと聞きたいなと思うんで、ちょっと後でがっつりウケメンの話はまた後半ちょっと聞きたいなと思ってますけども、はい、芸歴で言ったらその辺霜降り明星さんとかは同期ぐらいってことですかね。そうですね、そうですね、はい、でお二方はでは芸歴で言ったら何年なんですか。僕ら芸歴は8年目になるんです。8年目で、どこで知り合ったんですか。これは養成所ですね。鍋プロの養成所に入りまして、で別々のコンビで2組とも鍋プロに所属したんですけど、うん、解散して僕ら組んで、はい、で今の K ダッシュステージにお世話になってる出るっていう形です。はい、あの、大迫選手のモノマネされてたじゃないですか、はい、あの時はもう時尾明でしたっけ。はい、あ、そうです。結構言うてもいろんなところ出てますよね。そうですね、紅白歌合戦2年連続出させて、えげつねそれ相方の気持ちどうなんかなってちょっと思ってて、時尾明の名前が少しでも、うん、全国に知れ渡ってくれたら帰ってくるじゃないですか、うん、なるほどね。登場で良くなる。今後この先も大迫選手のモノマネやっていっていいんですか。やってってほしいですね。あ、むしろ、はい、それは、はい、まあこう過去を思い出すとこう夢で会えたらがあったりとかして、はい、飛ぶ薬があって、はい、羽飛びがあって、はい、なんかそんな流れの番組ではないんですか。違うんですよ最初。最初はそうは聞かされてなかったんですよ。はいはいはい、特番のネタ番組だと思って行って、はい、でそれに何回か出てる間に、はい、え、これその系譜じゃねって途中途中から考えてた、はい、だいぶ遅めで気づきました、はい、で気づいたらこれえらい番組やねっていう。途中で気づいてしまったっていう、はい、当初なんてその時僕らめちゃくちゃ仲悪い時期でして、うん、行ってくださいって言われたんで、はい、もし行きたい人いますか、多分行ってないと思うんですよ、オーディションつら。なるほどね。それぐらい仲悪い時期が、うん、分かる、だから学生時代からの仲ではないから。そうですね我々キングコングと一緒ですよ、はい、キングコングと全く一緒。お互い別々のコンビやって、でお互い解散して組んでっていうところだから、2年目ぐらい一番仲悪かったんじゃない。めちゃくちゃ悪かったです。本当に解散仕掛けました3回ぐらい、はい、それこそウケメンの収録の前日夜呼び出されて、うん、よし明日は俺らのオンエアやから気合入れていくぞ、うん、伝説を残す明日かっこいいやよしついてこいみたいな感じで言われたんですよ。ええやんか。で僕はでも、うん、いや俺もツッコミやから、うん、一応周りを見ながら、うん、こうちょっとね、うん、入っていくわみたいな、うん、そんなんじゃダメだろ
俺ら行くからついてこいよって言われて、まあ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 様子見ながら行くわっつって次の日行ったら大遅刻かまして、え、何してんすか。1時間来なかったんですよ。なんでレッドブル飲みすぎましたこれで売れるでって知らされてたらもう終わってたと思うんですけど、なるほど、ただの、まあ、ネタ番組って思ってたっていうので、はいはい、僕はネタ番組って思ってたんですよめちゃめちゃ口悪いですねそうなんですよ、そう、お気づきになりました、うん、でも僕嫌いじゃない、面白いですよなかなかこんな分かっていないですよありがたいネタ番組を言うてありがたいそんなにないから今、はい、そのありがたいネタ番組はただのっていう今日もかましてきたんですか。かましてきますね。あ、大事な日はレッドブル飲むっていうのがあるんですか。はい、あ、ちょっと待ってください。そもそも笹さんはどうしてそこまでレッドブルを信用してるんですか。一回レッドブルでものすごい思いしたみたいなあるだろうから、あったんですか。ありましたね、ギャンブルとかですよ、買ったりとかアドレナリンを出すんですよ、はい、でスポーツにおいても全部においてもそうだと思うんですよ。アドレナリンが出ることによって1個でかくなるんですよね、はいはいはい、それで勝つっていうことにつながるんです。もうこんな人は本当申し訳ないですけど、やめた方がいいと思います僕大体人に合わせれるんですけど、うん、こいつだけは無理でここでバチバチってなって、うん、でも受け身が始まってちょっと一段下せなあかんって言って今の中は良好ってことですか。そうですね、はい、なるほど、今は死ぬ気で頑張ってる最初ってことです、はい、じゃあ三次郎ひろさんどうですか、はい、でここはいろいろあると思うんですよ。そうですね、うん、どうしてこの3人が揃ったんですか。あの私がそのアイドル辞めて東京に来て、まあ、芸人をやってたんですけど、うん、はいはいはい、2回くらいコンビ解散したんですよ。まあ、夢っちゃ女芸人のライブで出会ったんですけど、うん、かなでがあの、うん、吉本の演技ワークショップっていうのがあって、あ、そうか、ほんまに目指してたから女優さんを芸人はやってたんですけど、あの一応その時はもう芸人やってたんですけど、はい、その時は芸人だ、芸人さんの演技を教える演技ワークショップあると、はいはいはい、そこでちょっと演技が光ってた、あらららららレッドボール飲みましたレッドボール飲んでないとそこまで決まれへんやん誰でもかかっちゃってる羨ましい相方持ってるな。いやー、本当にいいですよ、うん、本当にその時も演技でなんか即興演技で、はい、設定がお父さんがニートの家族みたいな、うん、はいはい、私お父さんが仕事してないの嫌って言ったの、演技がすごい光ってたんです。光ってたんだ。ちょっとやってみて。私お父さんが演技してないのに、せやめんごめんなさい、ネットも聞きすぎると分かっちゃうし、本当にあの今日という日が本当にカジサクチャンネルが大好きで、もう今日の時からもうずっとで、センちゃんいるし、センちゃんさっきそこ走りますね、梅桜もいますし、もうかかっちゃってますね。ちょっといやいや、かからないです。そこはもう今日はもうみんなのええところ僕は出したいなと思ってるんで、ね、でそこでまあ演技を見た時にちょっと一緒にやらないですぐ声かけた、トリオいいんじゃないかなって思って、思ってたんだ、はい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 。でもうすぐ2人の顔がパッて出てきて、うん、組んだって感じ、もう誘って、もう2つ返事ですか、その誘われた時。その時はお互いピンピンだったんですか。ピンで、はい、私がその当時あの同じユニットコントライブに出た時に、はい、ネタを書いてくれたんですよ、うんうんうん、でそのネタがすっごい面白くて、ちょっとやめて有名ですよね、もはや有名ですよ、ね、そのネタが面白かったと、面白くてこんな天才と組めたらいいなと思ってたら、うん、逆に告られて、思ってたんだ思ってました組みたいなと、はい、はい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 、超いいじゃんと思って。あ、そこは何、私と二人じゃないのっていうの思いはなかったんですか。あ、もう全然もう最強じゃんってなったんですよ。そう言ってくれた時に、はいはいはい、ビジョンが浮かぶって言ってて、うんうん、私も浮かんだってなって。何を、ビジョンえ、だってここは会ったことあったんですか、かなでさんと夢ちゃん。ここはなんかご飯とかに行ったこと、はい、あの1個上先輩なんで、はいはい、まあ共演とかもしたことあったんですけど。じゃあ相方になるのがかなでさんって聞いた時テンション上がったってことですね。そうです、その時も、うん、あの1個下の中でも、うん、すごいトップレベルでおもろいって言われてた頃だったんで、エリートだったんだ。いいね、そんなこと言わないちょっとつい違うパターンの顔見せてもらって、エリートエリートと組めるなんて超最高じゃんと思って、っていう感覚で。もここであの私その電話した時に、うん、トリオで組もうと思ってる、うん、コンビっていうのは考えてないから、うん、かなでちゃんがもし断ったらこの話はごめんやけどなしでって言ったんですよ、うん、もうあくまでもトリオ、トリオで、はあはあ、だからゆめっちめっちゃ必死でかなでちゃん口説いて、めちゃくちゃ口説きました、ね、はい、え、じゃあ最初に福田さんからかなでさんに連絡した時はちょっと考えたってことですか。相方欲しかったんですけど、もうコンビしか考えてなかったんですよ、うん、あ、逆にトリオは考えてなかった。そうですね、
もうしかもコンビで漫才したかったんで、はいはいはい、もう最初その一回もう断る感じっていうか、はあ、そうだったので、うん、ちょっとマキには2人で、うんありそうありそうありそうはっきりとは言ってないんですけど、なんかあの3人かなみたいな私は実は漫才したいんだけどみたいな、2人でみたいな、2人で漫才だから同期の芸人とかにも、うんうん、やっぱマキはすごいってこう噂もあったんで、うんうん、やっぱ組んだ方がいいって言われたんですけど、うん、だったらなおさら夢っちいるかってなったってこと、そうだったらなおさら、そうですね、なんでだその時は2人で組めないからってちょっと思ったんですけど、それは福田さん的にはちょっと薄々気づいてたりしたんですか、その偉い奏が2人でやりたがってる感じするなとかあったんですか。いや私それ覚えてなくって、はい、もうちょいはっきり言ってくれたら2人でやってたけど、待って待って待ってよこれでよかったんじゃんだって、そうそうそう、本当にあっちもさこんな感じになった初めて突っ込んだん自分慣れてなかったっすよねちょっとちょっとちょっとその後の言葉全然ですか一回もやってみようと思って、うん、やっぱその時組みたい人も、うん、あの組んでくださいって人もいなかったんで、はい、このやっぱチャンスがあるなら3人でやってみようっていうことで、うん、あの OK しましたね。初舞台立つ前に、はいはい、実は3人で、うん、吉本外のライブに立ったんですけど、うんうんうん、そこで MC してたのがなんとこの2人、はい、たまーつまがんねーつまがったんですよその時一番最初に見た時どうでした、三条のヒロインさんを。めちゃくちゃ下から挨拶してくださったんで、なんかおうみたいな感じでした、はい、なんそれそうでも3人的にどうやったんですか、最初その台本を福田さんが持ってきてくれてネタ合わせした時にあこれいけるかもと思ったんですか。もう斬新だよ川田さんどうですか、やってみてネタバーンやってみてイメージ通りやったんですか。でもそれこそ私あのダンスがすごい得意でいろいろありますね、得意なのがゆめっちゃ歌が得意で、うん、その要素ももう1本目のネタから入れてくれて、うんうん、もう福田さんは全部分かってたわけや、この2人はこうやって生かした方がいいっていうのが、はい、すごい面白いなって思いました。その時は思った、はい、福田さんどうですか、やってみてポンって漫才下手くそなーって思いましたバラバラやビジョン全然ないそこは努力でね、練習して何とかなる、練習して。でもう何年後ですか、W 取ったの。3年、ま、ちょうど3年くらいです。すごないですか。いやいや悔しかったでしょ、正直どうでした。悔しさももちろんありますけど、やっぱウッケメンを一緒にやってるメンバーとして嬉しかったな。あ、そうか、はい、番組的にもね、やっぱもう仲間みたいな、うん、まあ、ヨシさんはね、うん、そんな感じしますけど、ちょっと、はい、笹さんの顔色がね、いや、悔しかったですね。やっぱり悔しかった、悔しかったですよね、うん、でも単純におめでとうって気持ちもあった。どっちですか。あれ何楽しいよ、またね、ない、いやもう正直、今日も腹割って話しましょうよ。いやでも悔しいが勝ってますね、分かってたんだ。いやでもね、その気持ちも僕ね、大事だと思うんですよ。やっぱりどうしても今のお笑い芸人さん、若手の人たち、僕のイメージですけども、仲良し講師が結構多いなーっていうのがあったんで、こういう人は僕ね、追ってくれていいなとは思いますけどね。2人ともそうやったらちょっとあれですけどね。だってまだまだ M1 とか出れるわけでしょ。はい、そこでね、そうですね、頑張って頑張ります。レッドブル切れた燃費悪すぎますよなるほど、ちょっとここでですね、はい、嫁作が料理ができたそうなのでちょっと持ってきてもらいましょう。お待たせしました。これがですね、はい、嫁作いいですかこれ、はい、料理名をどうや、きゅうりと長芋の中華漬けです。はい、かわいいでしょう。でもいや、そうですね、やばいっす、生やばいっすね生って言うなよいや、もっと辛くするですよね。なんか大きいんですけどね、これね、よくね、嫁作が作る一品なんですけど、ちょっとぜひ食べてみてください、これ美味しいんで。いただきます。いただきます。いただきます。どうぞどうぞ。どう、うん、どう、おいしいそんな家広ないいいし、ありでしょ。めちゃめちゃおいしいです。これほんまっとありやすい、すすめじゃないですか、これ、うん、やっぱり、かなでさんやゆめちさんは食べるの好きですか、うん、ごめんなさい、やっぱりとか言って、すみません。いい、大好きです。大好きです。大好き、はい、ありですか、これは。うまいちょっと顔変わってますよ確かに、えらいもんで目見られました、えらいもんで、ちょっと変わってたどうなんですか、今までこの食レポをするようなお仕事っていうのはしてきたんですか。最近特に増えてきました。増えそう。3時のヒロインさんは今後めちゃめちゃそういう仕事増えるんじゃないですか、多分。ただね、やっぱ奏がね、うん、何食べても今のうまいっ
あのね、意外と曲求めてないから、ね。でもその分、例えばゆめっちさんがフォローですごい、はい、いい食レポをするとかでいいんじゃないですか。じゃあそしたら、ね、やってみて。なんかごめんね。やってなんかごめんね。おいしい。シャキシャキサクサクうまみ丸。これが曲が嫌がる。やっぱそれされたんですよ。どっちか切られるやろうし。あとこいつあの実家が八百屋さんなんで、でもめちゃくちゃいい食レポできそうなんですけど、ずっと黙ってましたね。あれできない。どうなんですか実際は。いやできますね。おあ、じゃあ次にまたほんまにうまいやつが来るんで、それでちょっと笹さんの食レポ聞いてもいいですか。あ、ちょうど来ましたよ。これだけ言わせてください。長芋とキュウリマジで合うんですよ。だからそれを知ってるっていうので、もう俺が出る幕ではないなっていう感じ。いや違うんですよ。それを言ってください。長芋とキュウリが合うっていうことを言ってください。誰も言ってなかった、うん、まあ八百屋なんで俺の出る幕じゃないなと思いました。すいません。ガチで反省するのやめてほしい。面白いな、みんな。来ました、はい。ザーサイヤッコです。ザーサイ。これね、僕1位っていうぐらい好きなんですよ。ごま油がいいんですよ、これ。もういいか、酒好きの人にはたまらないと思うんですよ。美味しい。うまいでしょ。これお酒進みますね。日本酒持ってきてください。ガチの居酒屋。ガチの居酒屋。白ご飯にも合いますね。もういける。はい。しっかり白ご飯ください。いやいや違うのよ。ガチの方じゃないんだよ。てえやん。あ、そうだ。これレッドブルにも合います、ね。レッドブルください。これわかりました。起きた。あ。ごま油を入れることによってすごく奥行きが出ますね、うん、奥行きが出て、はい、これ追っかけてくるんですよ、はい、後でごま油が先に先行してるのは何ですか、え、豆腐とザーサイなんですよ。お、豆腐とザーサイが先に出て、はい、おいで口の中普通なんですけど、うん、ごま油があると、うん、全部それ包んでくれますね。おお、だからレッドブルが合いますね。だって後で着地を着地見せたくない。ここでずっと止まってどうしよう。ベッドブルのほうそういう失敗が経験値となってくるから。もうだって二度と今のやらないでしょ。絶対やらないでしょ。もうレッドブルも飲まないでしょ。はい、牛肉のおろしポン酢入りでしょ。じゃあ、あ、じゃあ自分やります。あ、ほんですか。すいません、すいません。何をしたんですか。いただきます。お肉、脂っこさが全部あっさりするんで、うんうん、めちゃくちゃ美味しいです。これね、ポン酢いいですよね。美味しいですね、これ。量いけますね、これ。量いける、はい。ちょっと、あ、レタスと牛肉とおろしが出会って、うんうん、うまいが生まれた。ハッピーバースデー、おめでとう。うまい。やめてくれ。あ、またまた。先輩の言うことを聞いてくれ。あんまりツッコミでやめてくれってあんまり言わないですね。合わせ技でいきました。3回目は合わせ技かなと思って。なるほどね。もううまい以外はないっていうことでよろしいですか。今はないです。ちょっとここからはもうガッツリ受け面の話をしたいなと思うんですよ、はいはい、最初不定期で始まったんですよね、はい、最初に1回だけのはずが5回特番で、うん、はいはいはい。で、8月から8、9、10、11、12今月1でやってる、うん、はい、月1でレギュラーという形で。どうですか、おのおの受け面って僕はすごいいい番組だなっていうか、うん、あの、嬉しい。僕はお笑いファンとしてね、ああいう番組がやっぱりテレビで僕はやっててほしいなって思うわけですよ、うん、あんまりないじゃないですか、周りにああいう番組っていうのが。ないですね。そのありがたみとかやっぱすごくないですか。いや、もうすごいですね。もうやっぱ子供の時からめちゃイケ跳ね飛び見てきてるんで、うんうんうん、これテレビで見てたやつやんみたいなのに私たちが映ってて、すごいね、個性を引き出してくれるから、私も他の番組とかのスタッフさんとかに受け面見てくださいと、受け面見たら私たちのことが分かってもらえると思いますって言ってる。素敵なこと言うね。なるほどね。制作の人たちがすごい愛情を持って作ってくれてるでしょ、はい、だその辺は多分跳ね飛びの時と一緒だと思うんですよ、はい、それなぜ感じたかっていうと、今まで黙ってましたけど、はいはい、なんで今日受け面のスタッフ来てんのここに。すごいよね、はい、G プロデューサーと総合演出トップ2人が今来てるんですよ。ね、今初めて言いましたけど、はい、でちなみになんですけども、はい、
花屋の扉の総合演出をやられていた方、はい、近藤正弘さんでいらっしゃるんですが、はい、僕のチャンネルにも出てくださいましたけども、はい、なんとこのウケメンの、はい、企画なんて どういう役職でチーフプロデューサーチーフプロデューサーが今そちらに座ってらっしゃるんですけども、はいはいはい、一緒なんですよね、はい、そうですそちらで座ってらっしゃるんじゃなくて、はい、そちらで睨んでらっしゃるんですよ睨むよね俺これはね、はい、今回ね石川さんもいらっしゃってて、はい、石川さんも来てこんな愛ないよ、はい、そうですね、めっちゃ喜んだ方がいいと思う。これは心配で来てくれてはるから、はい、下手こかへんかなとかいうことですよね、うん、そうですね声ちっちゃかった。今までの現段階まででちょっともう怒ってはるかもしれない。あいさんしてんねんって。これはね、俺はねもう独特やと思う。このフジテレビさんの、うん、まあ、コント番組ですよね、ウケメンって、はい、でみんなのことを思って現場まで来てくれるっていうのは、築地になって半年経ってないでしょ。半年経ちました。築地になって半年終わり、ちょうど半年経ったぐらい、はい、か、はい、あのね、もう本当に僕が言うのもあれですけど、死ぬ気でやってください、はい、近藤さんや石川さんから言われてると思いますけど、はい、終わったら分かるから、いろいろと、いやだ、そう、悔いのないように本当にやった方がいい。時間があるんだったら、許されるならば、もう受け面のためにってじゃないけど、はい、まあ今3人のヒロインさんってめちゃめちゃ忙しいでしょ、言うても、まあ、まあちょっと忙しいです。ぼちぼち休止するところなんですね。ちょっと忙しいと思います、はい、忙しいけども言うても隙間を塗って、はい、ウケメンのことを忘れない。私たち、僕たちが産んでくれたのはウケメンとは思ってるの、思ってます、もちろん、はい、思ってるよね、はい、ってなったらもうウケメンのことを忘れずに、はい、こうやっていったらいいんじゃないかなって思いますよね、はい、どう。いや、めっちゃ、もちろんめちゃくちゃ欠けてるというか、うんうんうん、なるほどね。我々も本当にもう喧嘩ばっかりやったんで、うん、ウケメンがなかったら多分僕らも解散してるんですよ。お、今やってないんで、2人とも、はい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 、はい、なんでもウケメンが僕らを育ててくれてるとか、うん、なんでもネタ合わせとかよりも、うん、ウケメンの話したりとか、おお、2人で、はい、ネタ合わせの話よりもウケメンの話しすぎて、うん、全然漫才が面白くならないみたいなあかんよ、はい、いやのにそんなコント出てないんで、そうですしてる全然あかんよ。そうなんですよ。でも誰よりもウケメンを愛してる。愛してます、はい、それは負けない。負けないですかっこいいかっこいい、かわいいしいいよな。ちょっとここで僕、せっかくだったらね、はい、今日こうやって後ろに近藤さん、石川さん来てくださってますわ、はい、今近藤さん一応出られたので、はい、石川さんもちょっといいですか、はい、ちょっとギュッとギュッとしてもらって、はい、僕ね、今後ね、あ、じゃあちょっとご挨拶していただいてもいいですか。フジテレビの石川と申します。やったもうずっとバラエティを作られてきた方ですね。はい、バラエティ一筋で。なんか新しい波もやってたって聞いたんですけど。あ、そうなんです。新しい波とかもやりまして、うん、それこそ霜降りくんとか、はい、四千頭身とかは一緒にやってました、うん、第7世代と言われているところですよね、はい、そして今はウケメンっていうこの番組の演、はい、総合演出という形で、はい、よろしく。ごめんなさいね、単純に聞きたいのが、どんな思いでこの番組作ったんですか。まあ、まずは、はい、最初近藤さんに声かけていただいたのが、まあ、始まりなんですけども、なるほど、はい、僕はやっぱりコントとか、うん、そういう、まあ、フジテレビらしいやつがやっぱり憧れがあったんで、やっぱり歴史があります、うん、フジテレビといえばお笑い、そしてコントっていうのがありますから、一応噛みたいなという思いがありまして、うん、まあ、それをちょっと近藤さんに拾っていただいたという、なるほど、形ですね。ちょっとそんなね、石川さんから時尾亜希さんと3時のヒロインさんのいいところ教えてくださいよ。聞きたーい。石川さんないでしょ。ないです。ほぼ悪口しかないでしょ。褒められたことないですから。いやこれでも絶対あるんですよ。絶対あるからウケメンメンバーに選ばれてるわけですから。俺らの時代の時も、はい、近藤さんはそんなこと一ミリも言ってくれなかったからこういう番組があったらよかったのにと思ってた俺だからずっと怒られてたからでも今やっぱ時代も変わってきて、視聴者さんもこういうのを見たかったりすると思うんですよ。じゃあそれぞれで、まあ、お聞きしたいですね。3時のヒロインはですね、うん、まあやっぱ3人とも個性がもうえげつないなってやっぱ思いますよね。強いですよね。かなでちゃんの、うん、もちろんビジュアルと、うん、あと身体能力も高いんで、うん、まあやっぱそのダンスとか、はいはい、まあ、その辺はもう無条件に笑えるなというのと、福田ちゃんはね、うん、やっぱり全体としてもやっぱなんかツッコミとしてすごい機能してくれてるなと。優秀ですよね。それこそ松本さんにね、
あの松本さんに、うん、はい、ツッコミできる女芸人珍しい。これはね、俺あれ確かニュースかなんかネットニュースかなんか見たんですけど、はい、嬉しかったよ。めっちゃ嬉しかったです。たまらんかったよ。生きてて一番嬉しかったから。いや、そりゃそうでしょ。はい、神に褒められたみたいなことですから。そうです、お笑いの神に褒められた。ねえ、やっぱ素晴らしいですか。素晴らしいですね。うん、そしてでまあゆめっちも個性がね、はい、あの見た目華やかだし、はい、まあ本当にちょっとプライベートもぶっ飛んでる系あるんで、うん、多分素がもっと面白く出るだろうなという。なるほど、はい、僕は今日短時間でしたけど絡んで僕が感じたのは、滑っても滑ったように見えない子だなと思ったんですよ。俺これめっちゃ強いと思うんですよね。やっぱ芸人さんによっては滑ったらすげえ滑ったっていう雰囲気が出る人っているじゃないですか。はい、ゆめっちさんは、はい、天性の可愛らしさがあるんじゃないかなって僕は思いましたけどね。ラブリー。ね、ラブリー。ラブリー。めちゃイケとか、まあ、跳ね飛びとかと比べて、まあ、割と今受け面では、うん、まあ、この3人結構中心に活躍してるんで、まあ、そこが1個なんかちょっと今までとは違うなんか新しいとこかなみたいな。確かに今までで言うと女性が先頭走ってるような番組とはなかなか、なかなか、なんか先頭っていうのはなかなかないかなと思う。確かにね。トキワキさんはどうでしょう。あのトキワキはですね、うん、まあよし君は、うん、まあ底抜けに明るいんですよね、うんうん、まあそういう回しみたいなことになった時に、うん、まあ非常に楽しい空気で一応進行してくれるなっていう。いいっすね、明るくなるのはいいですよね、はい、でも真面目なんで、はい、もう台本もすごい読み込んで、うん、あの自分で予習してくるし、あ、まあそういうところが可愛らしいなと、ね、どうですか。めちゃくちゃ嬉しいです。いや、本当に石川さんに褒められる。いや、怖いんですよ、やっぱり。そんなことないです。あ、でも、海作さんの近藤さんは、うん、僕らにする石川さんなんで、やっぱり。そうですね。はい。近藤さんは僕らからすると、校長先生みたいな。なるほど。感じなんで、谷野先生は石川さんなんですよ。うん、今まで本当に褒められることないですし。なるほどね。石川さんでも、おいとか、うん、こら、こっち来いとかはないんですよ。ない。はい。うん。じわじわ系だよね。これもうこれが出たらめっちゃうわー。これもメンバーの共通です。たまにボケで、はぁとかはいいんですよ、うん、でも、もう諦めはめちゃくちゃ怖いですよ。今日も3回くらい見ました僕。わかる人も褒めるからどんどん。でもそれがあって成長するから、はい、校長はどう。校長は、校長先生は多分、でも跳ね飛びの世代の皆様からすると、うん、僕らに対しては多分そんなに、やっぱ校長なったか。いや、角出しますよ、たまに。たまに角出る。いや、めっちゃ俺多分一番怒られてる。知らないのよ。だって跳ね飛び時代の鬼って言われてたわけじゃない。まあ鬼でしょ、うん、たまに角出てくる。出てくる。コントを撮ってる時に、うん、ゲストと一緒にするコントだったんですけど、うんうん、脱ゲームで激辛を食べるっていうので、うん、間違えたら激辛を食べるので、うん、ゲストさんにやっぱり食べさせたかったの、うん、最後その顔が見たくてっていうので、うん、でもなかなか負けなくて、うん、全員正解すれば、うん、ゲストさんが激辛を食べるみたいなのがあったんで、僕2番手だったんですけど、うん、僕間違えてしまって、うん、もう最悪な状況になって、で最後にこのバケツに裏に吐きに行ったら近藤さんがいたんですよね、うん、2メートル先ぐらい、うん、ちょっと大きく見えたんですけど、そんなに。やばいと思って。お前マジ殺すか。あんなに辛かったもんが全然辛くない。でもね、これだけ言わせて、近藤さんの殺す感だってほんまに殺さないから。そりゃそうですよ、口臭いなあの人。よくないですよそれは。すごかったから当時マジで、椅子とか持って走り回って。それを聞くと当時ね、時代は時代やから。ああ、いろいろあったから。なるほどね。じゃあ石田さん、いや佐々木君はもうお分かりだと思いますけど、うん、やっぱ天然なんですよ。はいはいはい、はい、普段からちょっともう、うん、頭痛いというか、うん、まずそこがもう僕は一個面白そうだなと思って。ちょっとぶっ飛んでると言いますか。ね、はい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 。でまあアホなんで、うん、近藤さんに一番怒られてるあたり、うん、まあやっぱちょっと可愛いとこもあるんですよね。そこなんですよ結局。怒られてるっていうことイコール愛情の裏返し、本当にそうなんでね。うん。態度悪いな。ちょっとお前ら怖いっすもんやっぱり。目が怖いのちに気づくの。俺も1年目2年目の時思ってた、何やこの人と、なんでこんな切れんねんこの人って思ってたけど、ゆくゆく分かってくる。この言葉もらってることが俺羨ましいわ。俺にそういうこと言ってくる人いなかったから。
ただただ毎日怖かったから。いやでも本当に素晴らしい時間でした。ありがとうございます。本当に応援します。そしてまた来てください。また来てください。すいません。ぜひぜひ。ぜひぜひ。いや、いらんよ。おーなーでーす。お疲れしゃー。いやー、すごい好評でしたよ。ああ、ほんと？すごく美味しかったって言ってね。まあ、でもずっと横でも嫁さんも見てくれてたんですけど、うん、どうでした？見てて。面白かった。あ、ほんと？うん。前もね、シズルさんとライスさん来た時も面白かった言ってくれてたけども、うんうん、こういうのいいよね。いい。ほんとに。なんか、この後輩の方々と、ワイワイ、芸人さんたちとワイワイしてるのが、嬉しいの。ほんと好きよね。ほんと好きよね。うん、そういう機会が今までなかったから。ね、ほんとに誰も言えけへんかったもん。やっぱり若い力っていいなって、うん、感じました。なんでね、今後もちょっといろんな若い芸人さんたちと絡んでいきたいなと思いましたし、うん、ぜひ皆さんもコメント欄にください。これ良かったよって言ったら、ぜひこの嫁作居酒屋でも続けていきたいし、またはたまた違うパッケージでもね、うん、やっていけたらいいなと思ってるんで、とにかく料理お疲れ様でした。今日はありがとうございます。いやでもほとんどやってくれたから、ほんまや。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。